食事の時間中に申し訳ない。みんな聞いてくれ。もちろん飯を食いながらでいい。俺が話したいのはクラスメートの北条里子の件だ。今さら説明の必要もないと思う。知っての通り、里子はもうこれで3日続けて学校に来てない。叔父の野郎に連れ去られて3日目。今日も風邪だと電話してきやがったらしいが、それはありえない。診療所にはこの3日間、里子が診察に訪れた記録は一切ないからだ。諸君、冷静に考えろ。3日も休むような重い風邪でどうして病院に連れて行かないなんてことがあるのか。3日も風邪なんてなかなかないよね。インフルエンザだとそれくらいは。でもそんな風邪なら市販の薬では治らない。みんな考えてもみろ。狂犬が売りの里子だぞ。賞味期限切れの饅頭を食ってもケロッとしてるやつだ。それが前日まであれだけ元気で突然風邪で3日も寝込むだと。そんなことがありえてたまるか。これはもう疑いようがない。里子が学校へ行けないようにしてるやつがいるからだ。もちろんこの異常な状況を学校は沖宮の生活相談所に連絡済みだ。だが返事は相変わらず現在対応中の一点張り。組み込んだ質問は全てプライバシー保護でお話しできないの繰り返しだ。諸君はどう思う。この対応は果たして里子の置かれている状況を考えて妥当だと思うだろうか。レナはおかしいと思う。去年里子ちゃんのおじさんとおばさんがどんな仕打ちをしていたか私たちが一番よく知っている。それにそもそも里子ちゃんはリカちゃんと二人で仲良く暮らしていた。それを無理やり連れ戻して友達の誰にも会わせず先生にすら会わせないなんておかしいと思う。このような異常な状況を俺たちは放置するのか。里子は仲間だ、クラスメートだ。俺たちはこの四角い一辺が8メートルもない狭い部屋で春夏秋冬の全てを過ごし、家族といっても差し支えない時間を共に過ごしている。共に学んだ、共に遊んだ、共に飯を食い、時には喧嘩をしたりした。過ごす時間は劣ってもその濃密な関係は家族にも勝る。そんな第二の家族の危機を俺たちは見過ごせるのか。見過ごせる、見殺せるってやつは挙手をしてみろ。いないな。いるわけないんだ。里子を見殺しにするな。助けるんだ俺たちが。そして我が部はすでに動き始めている。里子を救うためにはどうすればいいかを調べ、すでに行動を開始しているのだ。富田君、それがわかるか。いえわかりません。よし、ならばその作戦を教えてやる。いや何、法律に逆らおうってんじゃない。むしろ法律に従ってちゃんとルールにのっとって戦おうってんだ。世の中実は成功法ほど効くものはない。裏技ってのは
奇襲的で効果がありそうに感じるが、そんなのはびっくり箱なんかと同じ安っぽいもんだ。本当の成功法ってのはな、何でもぶち抜くぞ。うん、空手なんかでも最も威力があるのは聖剣好きだって聞いたことがある。愚直でシンプルな成功法が最も威力があるのは力学をちょいと考えれば当然のことなんだよね。だって私たちは里子を助けるために正しいことをしています。裏からこそこそ行く必要なんてない。正面から堂々と乗り込んで倒す。倒すって誰かと喧嘩をするんですか？いいことを言うな岡村君。確かにこいつは喧嘩だ。だがな、殴り合おうってんじゃないぞ。ちゃんとルールにのっとった正しい喧嘩なんだ。その前にまず里子を救うにはどうすればいいのかという最初の話に戻ろう。現状はこうだ。里子がいる。叔父がそれを監禁している。一昨日の時点では里子に外傷がなかったと相談所が言ってるが、昨日今日で虐待を受けていない保証にはならないぞ。前原さん、これは明白な問題です。たとえ北条はそう言っていなくとも、問題が起きていないという根拠にはなりえません。僕もそう思います。どうしてこれで虐待だと認定されないんですか？ミオンから聞いた内部の情報によると、虐待かどうかを判断するには2日3日程度の時間では足りないって言うんだ。虐待というのはもっと何年とか何ヶ月とか恒常的に続いて初めてそうだと認定するものらしい。そこを慎重に見極めないといけないんだそうだ。これをどう思う？里子を数ヶ月間もほったらかしにしようという判断が果たして慎重な判断と言えるのか？言えない。そうだ、言えるわけがない。相談所には里子の置かれている危機感が伝わっていない。去年の里子がどういう状況だったかが理解できていないんだ。だから様子見なんてのんびりしたことが言えるんだ。ならばどうする、富田君？はい、問題となるのは生活相談所側の認識の甘さだと思います。これについて事情をよく知る人間が説明する必要があると思います。児童相談所の人が慎重に対応したいというのは平均的に見たら普通の対応なのかもしれない。でもそれは里子ちゃんには当てはまらない。おじさんは去年も里子ちゃんをいじめてた。おばさんとの夫婦喧嘩の八つ当たりをしていた。しかもそのおばさんが死んだ後はたった一人残された里子ちゃんを放り出して蒸発してしまった。しかもだ、そいつは沖ノ宮の別宅に転がり込むためだったとの情報をキャッチしてるんだよ。その間残された里子はどうしてた？たまたまリカちゃんが一緒に住もうと申し出てくれたからいい。もしリカちゃんがいなかったら、たった一人で生きていかなくちゃならなかった。しかもだ、木南沢に戻ってきた理由もその同居していた女が蒸発したかららしい。要するに捨てられたんだな。
それでのこのこひなみ山に戻ってきて里子を無理やり連れ戻したってのはどう思う。しかも近所からは里子が洗濯物を干しているところなどの目撃がある。つまりおじの野郎が里子を連れ戻した理由はただ一つ、てめえの家事を押し付けるためだけなんだ。そんなの人として許せないです。この教室の中で一年も沖宮の別宅で好き勝手に暮らしてて、捨てられたからってひょっこり帰ってきて威張り腐ってる奴を親なんて思う人いる？いません。いません。そうだ、そんな奴は親じゃねえ。だが相談所は奴を親権者だと呼ぶ。親権を取り消すには家庭裁判所に訴えなければならないなんてのんびりしたことを言いやがる。親かどうかを決めるのは誰だ。裁判所じゃねえだろ。人としての常識が決めるんだ。だから言ってくるぞ、奴は里子の親じゃねえ。そしてそれをはっきりと児童相談所に説明する必要があるんだ。公的機関の中で里子が実際に暴力を振るわれる前に助けることができるのは児童相談所のみ。警察は事件にならないと助けてくれないよ。事件になるまで里子を見殺しになんてできる？さして見殺しになんてできない。だから俺たちはすでに立ち上がった。昨日俺たち部活メンバーはすでに沖宮の生活相談所に突撃した。そして連中は記録にこう書いた。北条里子の件についてクラスメート5人から陳情ありってな。どういうことかわかるか。5人じゃ足りねえ。お前ら仲間を救うために力を貸せ。いいか、惜しむな。人間が生きてる間にどれだけ人のために一肌脱げるチャンスがあるってんだ。ここでやらなかったら男じゃねえ、仲間じゃねえ。戦い方は簡単だ。ただ俺の背中を守ってくれればいい。矢面には俺が立つ。部活メンバーが全火力を受け持つ。ただ俺たちの背中を守ってくれればいい。それだけじゃ我慢がならなきゃ吠えろ。日南沢文庫のスピリッツってやつを思い知らせてやれ。前原君、これは校長先生。千恵先生、お茶が飲みたいですな。入れてはくれませんかな。いいんですか。クラスには小さな子供もたくさんいます。もしもみんなで沖宮の相談所に押しかけようなんてことになったら、保護者の方に。知恵、古出さん、これはどういうことなんですか。みんなが里子を助けるために頑張ろうとしてくれているのです。私は無力だから、みんなの力を借りないと何もできない。でもそれを阻止しようとする知恵を食い止めるくらいはできる。何を止める理由があるというのか。校長先生。大いに結構。やれるところまでやってみなさい。それで責任を求められるなら、不肖この海江田が全て責任を取る。わかりました。くれぐれも怪我人など出さないように。ルールとマナーを絶対に守ること、約束ですよ。二人ともありがとうなのです。知恵先生、よく思いとどまりましたな。
この年をして生徒には教えられることばかりです。よし、覚悟を決めました。教え子は私の娘も同じ。娘をかばわぬ母はなし。よし、みんな、今日の学校が終わったら各自速攻で帰宅し、自転車で沖宮の図書館に集合だ。そこの1階奥が相談所になっている。ああ、お待ちなさい。千恵先生。先生、まさか俺たちを止めるつもりですか？とんでもない。あなたたちの意志の強さはよくわかりました。社会のルールにちゃんと乗っ取って戦うなら、先生もみんなを支持します。皆さんがちゃんとお行儀よくするか、先生も同行します。よろしいですね？わー、前原さん、窓口までお越しください。はい、前原です。今日はどういったご用件でしょうか？相談表に書いた通りです。北条里子の保護に緊急性があることを陳情に来ました。何人でお越しですか？皆さんどういったご関係でしょうか？里子のクラスメート全員と引率教師です。相談室がそんなに広くないもので、できれば代表の方だけでお願いしたいのですが。なら会議室とかの広い部屋を用意したらどうですか？部屋に合わせるんじゃなくて、私たちに合わせるべきだと思います。そのお待ちください。レナさんってやりますね。今のはプロの私でも絶妙だと思うタイミングの脅しでした。はぁ、それって多分褒め言葉じゃない。どうもどうも、係長の原山と申します。どうぞ皆さんおかけください。本日はご多忙の中お仕掛けさせていただき申し訳ございません。日並沢分校の千恵と申します。よろしくお願いいたします。では代表の前原くんに譲ります。代表の前原圭一です。よろしくお願いします。ですね、昨日前原さんとお友達の方5人がお見えになって、北条里子さんの件で貴重なご意見を受けたまわったとのお話は聞かせていただいております。本日はそれとは別のお話でしょうか？
なんだか曖昧で気持ち悪い。自分たちに非があるのかないのか分かりかねてて、出方を探ってるみたいだね。ケイちゃん、ここは今日来た理由を強めに言って、火が向こうにあることをアピールすべきです。よし、この角度から攻めるか。ケイちゃん、こんな感じで言って。ね、いえ、その前にそれを確認させてください。今日私たちが来たのは、昨日お話がしっかり伝わっているかどうかを確認したかったのです。申し訳ございませんが、昨日私たちがお話しした内容を把握されているかお教えください。箇条書きを読み上げる程度で結構ですので。私どもの方では、北条さと子さんが一時保護等を受けるべき辛い事情にあり、その対応を急ぐべきであるとの訴えがあったものと認識しております。その際、当方の職員から決して傍観ではなく、現在対応を協議中である旨を説明させていただいたと思います。北条さと子の叔父が去年の時点でも虐待をしていたという事実を加味した上でも、緊急に対応する必要がないとお考えですか？ですね、去年の時点では北条鉄平氏が虐待を行っていたという情報は当方では確認しておりません。はあ？去年のあんたたちは何をやってたんですか？おじおば夫婦で共にいじめてたんです。まさかおばだけがいじめてたって認識じゃないですよね？本来なら個人情報なので申し上げられないことですが、皆さんには特別にお話しします。去年の件では叔母の玉江氏と里子さんにトラブルがあったことは確認しておりますが、叔父が関わったという認識はありませんでした。実際ご近所の方からの聞き込みでも、玉江氏にややヒステリックな傾向があるとは聞けましたが、叔父である鉄平氏の名前が出たことは一度もありません。それはおばさんが特に陰湿だったから目立っただけだと思います。おじさんがいじめていないという証明にはならないと思います。なるほど。では去年の時点でも鉄平氏は児童に虐待を加えていた可能性があると？つまり私たちが来たのはそういうことです。相談所に状況把握が正しく行われていないからです。里子が置かれている状況をちゃんと理解できたなら、これがどんなに緊急性のある問題かすぐに分かるはずです。なるほど、お話は分かりました。鉄平氏の件については改めて調査させていただきます。昨日もお話ししましたが、叔父は1年間育児放棄をしていたはずです。それについて昨日はお返事がいただけませんでしたが、相談所さんはどうお考えですか？もちろん当方でも鉄平氏が1年間自宅を空けられていた件は把握しており、それについて鉄平氏にもお尋ねしています。で、叔父のやつはそれに何て回答したんです？プライバシーで話せないってんでしょうけど、それは里子を1年間ほったらかすに値する回答だったわけですよね？叔父が沖宮に別宅を勝手に構えて1年間ほったらかす理由になるってんなら、その旨一筆入れてもらいたいです。え、
そうなんですか。私どもは鉄平氏が里子さんを養育するためにやむなく出稼ぎに出ていたという説明を受けておりまして、そのようなお話は初耳です。初耳だって言うなら、里子ちゃんは今日で3日続けて休んでいます。昨日から風邪という連絡は来ていますが、村に唯一の入江診療所に里子ちゃんが診察に訪れた証拠はありません。3日も寝込むような病気で病院へ通わせない親の対応をどうお考えですか。いえ、1日を休まれたのか確認しておりますが、3日も続いているとは、それも初耳です。ただですね、私どもの職員が直接お伺いし、里子さんに虐待の事実確認をして本人の否定を得ています。鉄平氏と一緒に今後も住み続けたいですかとの問いにイエスのお返事をいただいておりますわけで。本人が虐待はないと言ったら、それで虐待はないことになるんですか。そこがですね、難しいところでして、虐待というのは児童本人にとってそうであるかどうかがとても重要なんです。いじめの定義と同じですね。やってる方がいじめだと思わなくても、受けている方がいじめだと思えばそれはいじめなわけです。それはつまり、里子ちゃんが自分で、私は叔父に虐待を受けています、助けてくださいって言わないと助けられないという意味ですね。いえ、だからそこまで極端には申しておりません。もちろん相談所で客観的に判断して児童の健全な育成に支障があると判断した時には緊急の判断をすることもあります。ですが、里子さんは現在それほど危機的な状態にはないと考えています。危機的な状態にないなんてよく言えますね。どうしてそうだと断言できるんですか。具体的に申し上げますと、里子さんが直接間接の暴力を受けていないことによりますし、本人も虐待の事実を否定しています。また衣食住の3つが与えられていて、最低限の生活は保障されていることも大切です。客観的に判断して鉄平氏は親権者としての責務を全うしていないと断言できるレベルではありません。鉄平氏も里子さんも現在の生活に不満は申しておりませんでした。鉄平氏の去年の接し方やこの1年間の話は今後指導していく余地があると思いますが、とりあえずですね、皆さんにはちょっとお耳に痛い話になるかと思いますが、虐待があるというのは正直なところ少々皆さんの過剰な反応ではないかと思います。過剰な反応ですか。落ち着いて圭一くん、向こうの攻撃は軽く受け流して様子を見よう。くそ、なんだって向こうは急にいたけだかになったんです。どうやら私たちの言う緊急性というやつが全て去年の出来事に基づいてると判断したようだね。鉄平氏も1年間出稼ぎで家を空けて里子さんに苦労をさせたことを非常に悔やんでおられます。今後は唯一の肉親として里子さんに愛情を注ぐと言われております。子供は親の元で育つのが一番です。家族愛によってしか育めないものがたくさんあります。私どもが聞いているところによると、1年間里子さんは未成年者と共に生計を共にし、
大人の保護下にない生活をしていたことになっています。これは多感な成長期にある里子さんにとって将来への大きな損失です。皆さんはお友達的な感情からその方が幸せだと思われているかもしれませんが、どうか鉄平氏と里子さんが叔父姪の間柄でもう一度新しい生活をやり直すのを温かく見守っていただけないでしょうか。あんた今日の私たちが何の話をしてるのか聞いてました？つまり里子本人が助けてくださいって言い出すまで周りで誰が何人騒ごうと聞く耳は持たないってわけですね。お前それだったら監禁されてる里子の場合どうやって助けを求めるんだよ。おじに見張られてて外出もできず電話もできない、そんな状況で里子がどうやって助けてって言えるんだよ。助けを求められない里子に代わって俺たちが助けを求めてるんじゃねえか。それに聞く耳はねえってそう言いやがるんだな。いやだからそうは言いません。クラスの皆さんがこうして20人以上もいらっしゃって里子さんの実情を訴えられた事実はないがしろにしません。もちろん今日の件は里子さんへの対応を決める上で必ず考慮します。その対応はいつ決まるんですか？その対応が決まるまでに里子ちゃんが虐待を受けない保証は誰が出すんですか？もしも里子に何かあったらあなたが責任を取るのね。てめえ里子にあざが一つでもついてみろ。立てておかねえぞ。シオンさん言い過ぎです。係長さん、その対応を決める期限を教えてください。そうだ対応を検討するっていつまでのんびりと検討する気なんだよ。ですから里子さんのためにも慎重な対応を決めなければなりません。当然そのためには今後も本人と鉄平氏への面接を重ね、より良い親子、いえいえ叔父姪の関係が築けるよう是正していきます。どうか里子さんのためを思えばこそもうしばらくの間温かく見守ってあげることはできないでしょうか。一つ里子さんのためにもご趣旨をお汲み取りいただけますと助かります。それは私たちは緊急に保護するべきだという訴えに対し緊急性はないというお返事だと読み取らせていただいて結構なんですね。もちろん緊急性がある可能性もあることは皆さんからのお話でよく分かりました。ですので緊急性があるか否かもう一度よく検討してみようと思います。どうか本日はそんなあたりでご理解をいただけないでしょうか。前原くん、お話ししたいことは全て話せましたか？はい。では以上になります。本日はご多忙中お時間をお割きくださりまして誠にありがとうございます。はい、皆さんお礼をしてください。委員長号令。どうもありがとうございました。いえ、こちらこそ
貴重なご意見を本当にありがとうございました。オッケー、みんなお疲れさん。気をつけて帰りなね。みんな初めての経験なんだよ。全員で力を合わせてクラスメートのために戦うという経験が。なんだかダム戦争の時みたいですね、こういう盛り上がり方は。そうだね。考えてみればここにいる子たちの一部はダム戦争は覚えていても参加したわけじゃないだろうしね。まああの時より紳士的ですよ。誰も血を流さないし、火炎瓶もなければ機動隊もいないし。団結は雛見沢の花なのです。そうだね。おじさんも久しぶりに血がたぎってきたよ。一人には二人で石を投げ、二人には四人で、四人には八人で、千人には村すべてで立ち向かえ。何？ことわざ？ああ、大昔に大婆様が言ったとかいう言葉です。村全体で結束して戦えっていう劇なんだそうで。一人には二人で戦い、千人には村全体で。なるほどな。常に団結して敵を圧倒しろってことか。それだけの意味ではありませんよ。団結して戦うという意味はもちろんですが、一人のために村全体で結束して戦えという意味も含まれています。個人の痛みを全員で共有して我が身と思って戦おうというのが本来の意味ですね。なんだかすごい、今の私たちにはすごく重みのある言葉ですね。ってことはつまりそういうことさ。俺たちの戦い方は実に雛見沢的だってことじゃねえか。なるほどな。みんながこうして全員で協力してくれたのは俺の演説に感動したからじゃなくて、そういう団結の土壌があったからなんだな。前原さん、前原さん、結局今日のって北条を助けないぞっていう最終回答なわけですよね。そこまで致命的に言ったわけじゃないが、見殺しって意味ではそうだろうな。僕たちは近所だから、あいつがどんなやつか昔からよく知ってます。あいつは普通じゃないですよ。相談所があいつのことを何も分かっていないのはよく分かったです。今日のこれきりで終わりにしたらダメだと思います。僕たちも北条を助けるためにもっと頑張らないといけないと思います。意義なし。賛成。ああ、当然だぜ。佐渡子は仲間だ。絶対に助け出す。そのために、どうかまた力を貸してくれ。水臭いですよ、前原さん。
これはクラスメートとしての務めです。前原さんに頼まれたから戦うことじゃない。僕たちが自発的に参加しなければならない戦いなんです。おお、富田君もなかなか言うようになったね。明日もまたみんなで押しかけますか。手を休めたくないところだね。継続は力なりって言います。私もレナさんに同感です。でも今日と同じメンバーでまた押しかけてもまたかで終わりだね。今日が効果的だったのは昨日よりも大人数で押しかけてきたって点なんだからさ。じゃあ今日よりももっと大勢で行けばいいってことかな。かな。じゃあ俺は帰ったら大輔に話してみるよ。あいつならきっと来てくれる。俺も帰ったら友達みんなに電話する。沖ノ宮の学校なんだから図書館はすぐ近くだし。そうだそうだ、そうだ、そうしよう、そうしよう。いい流れになってきたね。まあケイちゃんの生演説がないから倍とはならないだろうけど、もう10人くらいは増えそうな予感だね。私も子供会 OB の人とかに声をかけてみる。多分3人くらいは来てくれると思う。私も学校の友人に声をかけてみます。ただ里子や事情を知らない人たちなので、私の交友関係程度でせいぜい4人くらいです。子供以外の戦力ってのはやっぱり絶望的なのか。懲戒関係は北条家には関わりたくない人が多いね。ダム戦争以来のしがらみがあるんだよな。ならお年寄りはどうだ。リカちゃんの方で神社に出入りするお年寄りに声をかけられないか。お年寄りの方がもっと里子に冷たいのです。お社様のたたりを盲信してる連中ほど北条家のことを罰当たりだと信じてますからね。やっぱり子供の力までが限界なのか。レナ、これで何人くらいになった。17人だよ。全員が来てくれるとは思えないけど、それでも40人に迫る人数になるね。40人も集めるなんてさすが圭一なのです。なんだよリカちゃん、40人で足りてるのか。え、足りねえな。20人以上で押しかけてああいう対応だった相手をノックアウトするには40人じゃ足りねえんだ。もう20人くらいは欲しいところだぜ。確かに60人も押しかけたら相当ビビるだろうけど、そんな人間どこから引っ張ってくるわけ。俺を侮ってるな。俺の名前は前原圭一。俺がやると言ったら必ずやる。説明は以上だ。亀田君、明日の夕方に第三波攻撃を仕掛ける。どうか力を貸してくれ。 K の頼みなら断りたくない。俺たちは同じジャンボパフェをつつき合った中、それは義兄弟のちぎりにも勝る。だから俺も K に力を貸したいっすよ。
んだよ、どうしてだよ亀田。お前リアル少女の危機にも立ち上がれないのか。貴様、二次元戦士の誇りはどうした。貴様を修正する、歯を食いしばれ。プラプレガグレ。待ってください、ケイさん、俺の言い分も聞いてくださいよ。俺も普段の日だったら手伝いたいです。そりゃ俺もメイド姿のさとこちゃんに惚れてますし、普段ならあのきつい目で睨まれながら罵られるなんて最高ですよ。でも明日だけはダメなんです。なんだと貴様、言ってみろ亀田。てめえ、親の葬式程度だったら奥歯の三本は覚悟しやがれ。だって明日はデザートフェスタの当日なんですよ。何？デザートフェスタっすよ、デザートフェスタ。俺らの間じゃより優雅にデザフェって呼んでるっす。フェがひらがななのがポイント高めなんす。実は俺チケットが当選してるっすよ。他の誰も誘いません。ケイさん、俺と一緒にデザフェに行きましょう。そして俺と一緒に生クリーム少女たちをベロベロ食べ放題っす。はい、指導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 。グレガゴマピヒそんな。翌日からなら協力します。だから明日だけは勘弁してください。どうかよろしくお願いしますっす。ケイチ君、とりあえず明日だけは許してあげてもいいんじゃないのかな。いや、ダメだ、今日は勘弁ならん。カメだってめえ、ケーキとリアル少女を天秤にかけやがったな。少女を大切にできるからケーキをめでる資格があるのだ。そもそも貴様はサトコの良さが分かってない、まるで分かってない。いいか、そもそもサトコの魅力は一見ツンツン、フラグが立つとデレデレのツンデレにある。ツンデレ最大の魅力はツンとデレの格差にあるのは貴様も知っているはずだ。普段はツンツンしてて色気のかけらもないのに、スイッチが入ると途端にデレデレ。このオンオフの段差こそが魅力なんだよ。それはまさに前半と後半でシナリオがガラッと変わる日暮らしそのものじゃないか。つまりサトコこそはミス日暮らし。そこに今や定番のスパイス妹味が加わり、しかも属性は総受け。程よい反抗心は実に心地よく、恋愛依存症っぽいヒロインが氾濫するこの世界に颯爽と降臨したニュージェネレーション。どのくらいすごい降臨かって、とあれだ、金色の野に姫姉様が降臨するくらいすげえぞ。神じゃねえからな、ウプウプとかパス希望とか言ってんじゃねえぞ。その魅力を分からずに貴様なんだ、二次元戦士の誇りはないのか。何？ポリゴンの発達で今は疑似三次元だと。100年早いわ。ヒロインがわずか8色で256個のドットで表現されていた時代の先人たちは、そこに愛と萌えを見出してより高い次元へ思いを昇華させてきたのだ。それは全て二次元への逃避ではない、現実の女性を愛するがゆえの
愛の昇華、ヴィーナス像もモナリザも全て先人たちの萌えの結晶だぞ。ちなみに浮世絵は日本の萌えの発祥だと思う。うにょーんと曲がった顔が可愛い時代があったんだ。さらに余談だが、絵巻物のお姫様はすごいよな。ぷくぷくとした頬と細い目が美人なのはまだいい。風呂も入らず香りでごまかすとは何事。お風呂上がりのちょっとした蒸気した顔にこそ美しさを見出すのは俺だけか。しかもあんな重い十二一重着て生活なんて考えられないぜ。でもな、かつての男どもは燃えたんだよ。すだれとついたてに隠された向こうに美少女の姿を見たんだ。そう、俺たち男は想像力を働かせて壁の向こうの真実を探り、真のプレシャスを思い描いて冒険する求道者だったのだ。それなのに貴様は高く分厚い壁を一切経ないリアルの少女をなぜ選べないというのか。それは目的を忘れ手段に溺れた明白な証拠。想像の中の女性像は現実を否定する存在ではない。俺たちは現実の女性をこよなく愛し、故に想像の世界からそれを高度に再現できる新世代男子なのだ。そもそも現実より美しい存在なのに想像というのが良くない。なんだか逃避しているみたいだからな。ほらあれだ、テレビドラマの俳優に惚れるのは正常だが、アニメのキャラに燃えるのは危険分子扱いされる今の風潮がそれを反映している。とりあえず俺が言いたいのはただ一つ、リアルを愛するからこそアニメのキャラは可愛いんだ。いやもちろんリアルポリゴンのキャラも捨てがたいんだけどね。余談だけど、最近の三次元ポリゴン技術なら疑似アニメキャラを作れるって本当？そんなことはどうでもいい。リアル少女のために一肌脱がんかいためだ。すみません、俺が間違ってました。俺は一体何を勘違いしていたんだ。あ、俺はなんてこと。いいんだカメラ、過ちは気づくためにある。そしてお前は気づいてまた男をでかくした。さあ俺の手を取れ。ミレニアムの扉はすぐ目の前にあるぞ。ケイチ君と亀田君すっごい楽しそうなんだけど、レナちっとも話についていけない。ついていかなくていい、ついていかなくて。ケイの話は分かったぜ。俺も男だ、女の子を救うためなら喜んで協力するぜ。デザートフェスタは年に4回あるんだ、そのうちの1回くらい行けなくったって未練はないさ。未練タラタラなのです。みあ、そういえばミオ、例の叩き売りオークションの司会の報酬に確かデザートフェスタの年間チケット3年分だったよな。どうだ亀田くん、そのうちの1年分を譲ってやるよ。いや、よしてくれケイ。俺も男だ、女の子を助けるために報酬で釣られたなんて言われたら恥さらしもいいところっす。しーちゃん、何か優遇してあげられないのかな。このじゃあこれでどうでしょう。ブラックリスト帳消しで。ブラックリスト、なんだそりゃ。ああ、一般の人は知らないよね。エンジェルモートはこういうお店だから困ったお客さんもたまにいるんだよね。それで困った人の名前はどんどん書いていって、一定ポイントに達したら漏れなく入店お断りの刑になるってわけよ。よしてくれよ、
このエンジェルモートマスターの俺がそんなブラックリストに乗るようなノーマナーをするわけがない。出会い頭を装ったおさわり2回、頼む気のないオーダーコール、チケットの店外取引エトセトラで、あと1点で入店お断りだったりしてます。ゴーゴー、そんなの困るっすよ。エンジェルモートに入店禁止なんてなったら、俺は明日から何のために生きていけばいいすか。ではありますけど、今の亀田さんの里子を救うために一肌脱ごうという男気に惚れました。ですので、これを特別にチャラにしようと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。ねえみーちゃん、本当にブラックリストなんて存在するのかな。さてね、おじさんは知らない。亀田くん、本当にすまん。デザートフェスタでは落選したら俺に声をかけろ。絶対に同席者に混ぜてやるからな。キャーイ。明日の夕方だな。了解したぜ。うちの野球部の連中と沖ノ宮タイタンズの連中全員を連れて行く。それで悪くても10人ちょいは集まるはずだぜ。話を聞く限りじゃ、どう考えてもそのおじって野郎はまともじゃない。なんなら回りくどいことしねえで直接締めちまった方が早いんじゃないですか。ダメだよ、暴力で解決すれば必ずその仕返しが里子ちゃんに跳ね返る。なるほどな、命を奪うってわけにはいかないしな。わかったぜ。正々堂々正面から勝負でいきましょうっす。みんな球児だからよ、警察沙汰はごめんだし。だがな、10人じゃまだ足りない。他に声はかけられるあてはねえか。へへ、まだ兵隊が足りないってか。ここまで来たらとことん行くっすよ。野郎ども、話は聞こえただろうな。明日のチケットが当選しているやつまで来いとは言わねえ。でもな、もし明日が空いているなら力を貸せ。違うんです。デザートフェスタを落選した常連たちは今日食いに来てるんです。ここにいるのは皆常連。名前は知らずとも同じ星の下に生まれた俺の仲間たちなんす。同志諸君、さっきまでの話をどう思う。聞けば聞くほどに生涯見えくり返る話により。なあ同志諸君、痛い系な女の子を泣かせるなんて男に生まれたものとして見過ごせないんだな。女の子を大切にできん愚か者め、拙者が斬る。想像の中ならともかく、リアルとの区別もつかぬとは論外でござるよ。同志系、黙ってついてこいって言ってくださいです。俺たちはあんたの食いっぷりに惚れてるんだ。沖ノ宮中隊直見整列、同志系、いつでも突撃命令を。里子城救出作戦了解。作戦開始は明日夕刻。時計を合わせろ、一度は書いておけ。どうせ死ぬならこの時だ。みんなすまん。見ず知らずの里子のために本当にすまん。見ず知らずだからといって見殺しになどできないにゃりん。それに我々は里子城のこともよく存じております。城がよく顎のところにクリームがついているのに気づかなかったりするとき、同胞は
胸の奥からこみ上げる桃色の感情に酔わされるのであります。よって一言ではないのであります。よし、わかった、野郎ども。てめえらの命はこの俺、前原圭一が預かった。てめえらには俺の背中を預けるぜ。明日の夕方だ。気合を入れやがれ。おお、君って意外なところでも人気者なんだね。うちの町会もそうだけど、本人の預かり知れぬところで評判が高いんだよ。同性に訴えるカリスマでもあるのかね。お店の子たちも里子の事情に同情してくれてるみたいで、非番で近所の子が何人か行きたがってるみたいです。すごいね、圭一君。本当に60人を集めちゃった。あるいはそれ以上に集まるのかもしれない。これが運命を打ち破ろうとする力なの。どうも、推薦をいただきました前原圭一です。初めての経験ですから緊張してますけど頑張ります。どうかよろしくお願いします。いいよ、いいぞいいぞ、頑張れ。どうも、この度は愚息をご推薦いただきありがとうございます。仕事柄なかなか町会活動に協力できなくて申し訳なく思っております。私も圭一も微力ながら全力を尽くさせていただきますので、一つよろしくお願いいたします。それでは各部会ごとに席を分かれ、議題を進めていただきたいと思います。時間は20時50分までです。それではよろしくお願いします。なら圭一、スーツに蝶ネクタイでも十分司会っぽい雰囲気は出るだろう。蝶ネクタイ？なんだか恥ずかしいな。もうちょっと普通っぽい服装じゃダメなの？どうよ圭ちゃん、話し合いは進んでる？
ところで服装って何の話？オークションの司会の服装ですね。目立つ服がないのであれば、私の方で都合いたしましょうか。本当ですか？あ、ご挨拶が遅れてすみません。私、圭一の父でございます。どうさ、この人の都合する服はやめよう。絶対男物じゃない。かけてもいい。蝶ネクタイ最高。当日はそれで行くよ。監督も実行委員なんですね。監督は何の部会なんですか？監督は総務部で医療担当だよ。お医者さんだからね。毎年お願いしてるんだよ。たまに転んだ人にバンドエイドを貼るくらいです。本部テントでビールを飲んでるだけの楽な役ですよ。前原さんの退任にはかないません。私も楽しみにしてますからね。あ、いやー僕も入江と一緒に本部で泡麦茶を飲むのですよ。みぱー。それはいけませんよ、フルデさん。前原くん、こんばんは。それからお父様、ご無沙汰いたしております。ああ、どうも先生。うちの愚足がいつも大変お世話になっております。前原くん、準備は万端であるかね。わしも司会を楽しみにしておるぞ。リカちゃんも奉納演舞ってのがあるんだろ？俺のすぐ後の催しなんだってな。楽しみにしてるぜ。神事だからね。真剣にやらなきゃならないから神経を使うはずだよ。今年の地震は？もう慣れてますから、全然平気なのですよ。おー、去年初めてやったのにもう慣れちゃったとはね。さすがだね。前原さーん、ご無沙汰ですね。あ、大石さん、チャス、お久しぶりです。あの後もちゃんとツバメ返しの練習はしてますか？今度ぜひ一緒に打ちましょう。肺に毎日触れてないと上達しませんからね。おや、前原さんも麻雀ができるんですか？打てるどころかね。彼は相当な少年雀士ですよ。我が部でも本格的に麻雀修行を取り入れようかね。部活メンバーで雀荘を荒らしまくりなのですよ。そうだ、前原さん。話は聞いてますよ、例の件。例の件？明日の夕方の話ですよ。入江診療所からは、私と手すきのスタッフが何人か合流するつもりです。高野さんと富武さんも応援に行くそうですよ。大した人数にはなりませんが、枯れ木も山のにぎわいくらいの感覚で、混ぜてくださると嬉しいです。え、それはすごいや。ありがとうございます。一人でも参加してくれれば本当に嬉しいです。入江、さとこちゃんを直接救う手がなく本当に情けないですが、こんな形でも協力したいんです。これは高野さんが言い出したことなんですよ。高野か。ええ。せめて何かの形で力を貸したいって言って、先日の件で
協力できなかったことを少し悔やんでいたようでしたから。ああ、ひょっとして噂に聞いたあれですか。なんだか前原さんが陳情団の団長さんになっちゃったっていう話ですね。ってことは大石さんも知ってるんですか、佐渡子の話。そりゃ知ってるでしょう。何しろ雛見沢界隈の噂には敏感なお人だから。仕事柄やむなくです。まあ里子さんの件はそこそこには。大石さん、里子ちゃんの件なんですがどうお考えですか。私も児童相談所に対応お願いするのがベストだと思っています。じゃあ大石さんも何かあるまで里子を救う方法はないとおっしゃるんですか。同じ相談が警察にあったらせいぜい訪問してご家族の仲を良くするよう指導するのが関の山です。しかも専門の相談所さんに比べたら稚拙なものだろうと思います。餅は餅屋に任せた方がいいだろうと思いますね。警察は事実上何かがあった後にしか動けませんが、児童相談所は何かある前に動くことができる分警察より優れているということですか。何か起こす前に逮捕できりゃ我々も楽な商売なんですがね。一般的に強い権力が与えられている官庁ほどそれを発動するのに慎重です。乱用されたらたまらないですからね。それを言われると里子の件をもうしばらく様子見をしたいという相談所の対応は不適切ではないってことになっちゃうんだけどね。み個人的には沖の宮の相談所の対応がそんなに逸脱して不適切とは思いません。ただ里子さんと鉄平さんの関係をよく知る皆さんから見るとそれが悠長に見えるというそういうことだろうと思います。今日の陳情で3日も投稿してないって話をしたから、多分北条家に電話が行ってると思うよ。里子さんが投稿していないようですがってね。それを聞いて、鉄平は里子を余計いじめないでしょうか。わかりません。ただそれでもなお、里子ちゃんを投稿させないというのであれば、さすがに相談所も重い腰を上げるでしょう。相談所もその点は強く指導すると思います。じゃあ明日からは里子は投稿してくる可能性がありえるね。鉄平はとある事情で沖宮にいられなくなってるらしい。だから里子の家に居座りたいんだよね。だからこれ以上トラブルはごめんだと思う。とある事情ですか。そうそう、とある事情です。いられなくしてるのは上納金絡みで何やらあったらしいと聞いてるんですがね。園崎さんはその辺ご存知じゃないんですか。さて何のことやら。大石さんの話がわかりませんね。どういうことだミオン。鉄平が里子の家に居座りたい理由って何かあるのか。まあその鉄平がね、とある金銭トラブルで沖の宮界隈に顔を出しにくくなっちゃってるんだってさ。それでほとぼりが冷めるまで雛見沢で過ごそうって考えてるらしいんだよ。それならば一人で隠れていればいいものを。
さとこちゃんを召使い感覚で引きずり込むなど言語道断です。さとこメイド化を目論む入江も同じ穴のムジナだと思います。です。違います、違いますよ。メイドとは愛、愛が根底にあるのです。ご奉仕お仕置きはあっても暴力はない。愛のないご主人様などありえないのです。ああ、あの不審者は放っておこう。じゃあ大石のおじさま的には沖の宮の相談所に任せて様子見するほかないって見解ですか？それが現実的だと思いますな。世の中にはちゃんと踏まなければならない手順というのがあります。人の家に入ったらまず靴を脱いでスリッパを履く。その手順をちゃんとやらなければ資質とか一般常識を疑われてしまうのと同じです。回りくどい言い方ですね、このうんちく親父。お役に立てず申し訳ないです。ですが里子さんの件は気の毒に思っています。皆さんが一番納得できる形で決着できるよう祈っております。対応を決めるのは相談所ですが、その対応に意見するために陳情することは決して民主主義には反しません。だから前原さんのされている努力は決して間違ったものではありません。どうか自信を持ってくじけずに頑張ってください。もちろん私も最大限に応援します。ありがとうございます。昨日今日と仕掛け、もちろん明日も仕掛けるつもりです。くじけないことだけが里子のためになると信じてますから。ほう、3日連続ですか。さっき聞いた話じゃ今日は20人以上だったそうじゃないですか。明日もそれだけ集められるんですか？そこはケイちゃんやってくれますからね。聞いて驚け、なんと60人もなのです。そりゃすごい。前原さんは大きくなったら労組の幹部で活躍しそうですね。うちの組合は情けないったらありゃしない。圭一はすごいな。町会の中に知り合いだらけじゃないか。いや、知らない人の方が圧倒的に多いよ。そうか？さっきも大勢と話をしてたじゃないか。大したもんだ。案外話してみるといい人ばかりだし、うちももっと積極的に町会活動に参加した方がいいな。そうしなよ。ひなみ沢ってのは仲間同士で団結する助け合いの文化のあるところなんだからさ。お父さんも仕事が忙しいのはわかるけど、可能な限り協力した方がいいと思うよ。そうだな。帰ったら母さんにも話してみるよ。では以上で本日を終了します。次は、あ、おっと、明日もあったんだっけ。また明日です。それが最後の全体部会になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうも今日はお疲れ様でした。委員長、終わりの挨拶をお願いします。いやいや、そんなのいいから早く帰って一杯やろうよ。はい、おしまい。また明日同じ時間です。よろしくお願いいたします。Thank you.
ケイチ。お父さんな、ちょっとお酒に誘われちゃったから、お付き合いしてくるな。うん、行ってらっしゃい。俺は先に帰ってるよ。どうもお疲れ様でした。なんで来られました？歩きならご自宅までお送りしますよ。あ、自転車ですのでいいです。それに俺、ミオンを待とうと思うんで。そうですか。でも多分長引くと思いますよ。模擬店部会のトラブルが尾を引いてるみたいなので、あれは相当遅くなりますね。模擬店のトラブル？楽しいお祭りなのに、やっぱりトラブルはあるんですね。あります、あります。模擬店だって調整が大変ですよ。誰だって人気の焼きそばやかき氷をやりたい。でも全部のお店が焼きそばになったらつまらないでしょ？だから、いろいろ調整をして、いろんな品目のお店が並ぶように調整するわけですよ。そうなると売れない品目を当てられた町会が文句を言う。なら品目は毎年持ち回りにしようってことになると、うちの町会は人が少ないからそんなに手は出せないとか、うちの町会の焼きそばの方が好評だとか、まあいろいろあるわけなんです。あとプロの露店さんより場所を優遇してくれとか、水場が近い方がいいとか、もうたくさん。お祭りって裏方は結構大変なんですね。物事には何事も調整ってもんがあります。水面下での調整なんて言うと、若い前原さんは嫌な大人のルールみたいに聞こえるでしょうが、世の中の潤滑油として大切なんですよ。前原さんが得られている相談所への陳情だって、ある意味水面下交渉ですよ。当事者の鉄平さんや聡子さんたちは知らないわけだから。うん、そう言われるとそうなのかな。でも俺たちは声を上げるしかないです。それだけが戦う方法ですから。いえいえ、ご立派です。私が前原さんぐらいの年頃だったら、きっと鉄平さんを闇討ちしてやろうなんて考えたに違いないですから。いやじゃあ、俺はそろそろ帰ろうと思います。ミオンの話、当分終わらなさそうですし、明日も学校終わったら、気合十分で臨まないとならないですからね。相談所への陳情ですか。ええ。里子を助けるという決定が出されるまで、戦い続けるつもりです。継続は力なりって言いますし、俺たちには、これしか戦う方法が残ってないんで。相談所の方には昨日今日で十分意思が伝わってると思います。物事には限度ってもんがあるでしょ。喧嘩もほどほどの引き際が肝心です。やりすぎるとかえってややこしくなることもありますよ。でも里子を見殺しにはできません。そりゃそうです。相談所だって見殺しにはしませんよ。と助けてくれます。
助けてはくれるでしょうが、多分それは虐待が起こった後です。里子の心に消せない傷が刻まれた後では遅すぎるんです。じゃあ俺はこれで失礼します。あのですね、前原さん、ちょいと小耳に入れたいお話がありまして。いやね、大したことじゃありませんが、もう明日までやらなくてもいいんじゃないかなって私はそう思うんです。でもこれは里子を救うために必要な喧嘩です。連中には危機感がない。俺たちが騒ぐことでしかそれが伝えられないなら、俺たちは伝わるまで騒ぎ続けなければなりません。3日連続で仕掛ければより効果は上がると思ってます。三個の例ってわけですか。でもね、前原さん、ヤブを突っついて蛇を出すということわざもありますよ。蛇？ああ、先にお断りしておきますが、これは警察の忠告でもないし、誰かにそう伝えろと言われたわけでもありません。同じ牌を握った邪優としての忠告と思って聞いてください。児童相談所はですね、2日連続で来た上に今日は20人、しかも話し合いは物別れに終わったので、きっと明日も大人数で来るだろうと怖がってます。そこまで分かってるならどうして俺たちの言い分を聞いてくれないんだ。まさか俺たちが入れないように入り口にバリケードでも築くってわけじゃないですよね。いえいえ、まさかまさか。お役所は陳情を受けるところです。どのような意見であれ陳情に来てくれる方を受け入れます。ですから相談所側は前原さんが何度来ようとも拒めません。そしてそれは向こうも覚悟しています。だからですね、前原さんがこれ以上の大人数で押しかけてきて大きなトラブルにならないうちにちゃんと沈静化を図りたいと思っているようです。それは里子を助け出す判断を早期に出してくれるという意味ですか。先方はですね、あなたがこれ以上押しかけてこないよう水面下の調整を開始したようです。なんですかそれ。お役所もですね、ヤクザとちょっと似てるところがありまして、大門を舐められたくないんですよ。自分たちの決定を覆すような敵対意見には耳を貸さないのが普通です。たとえ役所が間違っていることに気づいてもね。住民に一度でも屈すると言えば任せると思った人たちが他にも殺到してくるから。そんなとこです。舐められたらおしまいな家業なんですよ。だから役人は陳情を聞きはしますが、よっぽどのことがない限り自分たちの方針を変更したりはしません。しかも今回の里子さんの件は相談所的には際立って特殊なケースではありません。親権者が子供を連れ戻すのは民法に定められた親の当然の権利ですからね。例えば離婚した父母が相手の元に行った我が子を連れ戻したりとか、そういうややこしいことに比べたら唯一の肉親がよりを戻し、つつましやかに生活している現在の状況は特別異常なことではないんです。でもそれは里子の叔父には当てはまりません。大石さんだって知ってるでしょ。
あいつがどんなに乱暴で去年の里子をいじめていたか。去年の話です。それを反省するって頭を下げられたら相談所側も強くは言えません。そして何よりも里子さん自身が虐待はないと否定しちゃってるんですから。里子は去年兄に甘えて負担をかけすぎたことを深く後悔しているんです。だからあいつの中では虐待に対して助けを求める行為は兄に対する裏切りに感じるみたいなんですよ。なるほどね。確かにそれを相談所に説明するのは難しいですね。まあとにかくそんなわけで、相談所にとっては前原さんたちにどうしてここまで噛みつかれなければならないのかわからないんですよ。だから鉄平は乱暴な男で、あいつのところに里子を置いておいたら大変なことになると訴えてるんです。どうしてです？こう言っちゃ失礼だが、前原さんは去年は雛見沢におられませんでしたよね。鉄平さんについてそう詳しくご存知とは思えない。にもかかわらず、どうしてそこまで鉄平さんを危険視できるんですかね。さっきもちょっと例を出しましたが、離婚した夫婦が相手の親権喪失を訴える争いというのがあるんですよ。相手が訴えることもありますし、親類が訴えることもあります。中には子供のための訴えではなく、相手が嫌いで貶めるのが目的での訴えもあります。今回のケースはそれにも似てるんです。前原さんは北条鉄平を私的に嫌っていて、悪意で親権喪失のための活動をしているようにも見えちゃうんですな。だから相談所は前原さんの意見が善意なのか悪意なのかも見極めた上で判断しなくてはならないんです。前原さんのように正義感だけで陳情に来る方ばかりではない。相談所は常に陳情者に悪意がある可能性を疑いながら慎重に話を聞かなければならないのです。そこを分かってあげないと。つまり俺があまりに喧嘩越しにやりすぎたんで悪意ある陳情だと誤解されたってわけですか？いいえ、その誤解はないようです。ただ見極めるために慎重になっている点だけは分かってあげてください。もし怒鳴り込むだけで当事者の預かり知れぬところで一時保護が乱発されたら、日本は大変な国になってしまいますよ。沖の宮の相談所はですね、前原さんが諦めてくれるようにやんわりとお断りしていきたい方針なんですよ。里子さん以外にも急を要する要件はたくさんあるし、人でもないんですから。ただ本当にお断りしてもいいものなのか困っている部分もあるんです。これが少々厄介な今日お話ししたかったことなんです。どういう意味ですか？わかりにくかったです。前原さん、今日行かれた時は昨日よりも待遇が良くありませんでしたか？ええ、多少。
広い会議室になって、係長が直接対応してくれました。前原さんは係長なんて聞くと平野次に偉いくらいの感じしかしないでしょう。でもですね、お役所の係長というのは民間でいうところの課長級にあたるんです。もちろん昇進試験も権限もそれに匹敵します。今日前原さんの応対をしてくれた方は、前原さんが想像しているよりもずっと偉い方なんです。普通ありませんよ。窓口対応で直接係長級が出てくるなんてことは、前原さんは不相応に丁寧な応対を受けたことを理解する必要があります。相談所はですね、あまりに組織的に来られたもので、表向きは代表が前原さんってことになってますが、裏に園崎家の意思があるんじゃないかって深読みしてるんです。園崎家がどういうものかは日が浅いとはいえ、前原さんも村に住んでる以上多少はご存知あるでしょう。多少は。でも園崎家なんか全然関係ないですよ。これは俺たちの仲間を助けるための俺たちの戦いです。その証拠に美桜は園崎の名字を伏せてますし。そこを相談所は知りたかったんです。普通なら多少はトラブルがありながらも、前原さんのような陳情は参考程度にとどめ、丁重にお引き取りいただくのがパターンです。ですが、もしこれが園崎本家のお涼さんの意思だったら話は変わってきます。お涼さんは市長との個人的交流だけでなく、市政にも強い影響力を持つ重要人物ですからね。敵に回すことはとてもできません。ミオンのおばあさんがそういう力を持っているって話は知ってますけど、でもそれと俺たちは関係ないです。関係あるかないかを確認するために、獅子骨市役所は水面下で園崎家に直接アプローチしたんです。お涼さんに直接この件を確認したらしいですよ。それでもしお涼さんの意思だと分かったなら、特例で迅速に処理するつもりだった。でもお涼さんの意思ではないことが分かった。迅速に対応してくれないってことですか？それだけではありません。お涼さんは村の中でそういうトラブルが起こっていることを耳に入れてしまったということです。知っているかどうか分かりませんが、この村では未だにダム戦争の戦犯である北条家に恨みを持つ人間が少なくありません。お社様のたたり以降、園崎本家からは一切北条家に関わるなという大号令が出ていますしね。このままだと蛇が出てきかねませんよ、ということです。その蛇が出てくるとどうなるんですか？さてどうなるんでしょうね。別に脅されるとか指を詰められるとか、そういう物騒な話にはなりません。ただせっかく前原さんが雛見沢に引っ越されて、住民の方とも仲良くなれて新生活を頑張ろうとしているこのタイミングで、村の面白くない一面を見させられるかもしれません。このままやりすぎると、北条家を未だに嫌っている人たちを敵に回すぞ、とそうおっしゃるんですか？かもしれないです。
前原さんが望む望まないに関わらず、これ以上話が大きくなると、その崎本家も放置できなくなります。その崎家は今も変わらず、アンチ北条家です。前原さんが、里子さんを救うのが雛見沢の総意みたいな感じで動かれると、つまり、その崎本家としては、顔は潰れるわ。お龍さんの立場が微妙になるわと。いろいろややこしくなるんでしょう。前原さんがこの土地を気に入られてとても元気に頑張っていることは私も知っています。だからこそ余計なお世話とは思ったんですが、小耳に入れた方がよろしいかと思ってお話しさせていただきました。不愉快な話をして申し訳ありませんでしたね。雀友としてお話ししただけです。決して何がしかの差し金でってわけではありませんので、そこだけ誤解しないでくださいね。私の話を聞いて、前原さんにどうこうしてもらいたいというわけでもありません。ただ、参考までお話ししただけです。どうしました？なかなか不敵な表情で笑われますね。いえ、興味深い話を聞かせてもらってありがとうございます、大石さん。でも俺、そんな程度のことで屈するわけにはいかないです。里子を救うのが無理だと世界中の人に言われたって、俺は努力するのをやめません。世界中の人に言われてもですか？それはなかなか男らしいことですね。もちろん世界中の人が俺の間違いを指摘するなら、俺も真摯に聞いて間違いを改めなければならないこともあるかもしれない。でも里子の件については仲間たちと十分に話し合った。決して俺個人の浅はかな思い込みなんかじゃない。これが最善の方法であると自信を持って言えます。いえ、おっしゃる通りです。前原さんくらいの若い方ならすぐに反社会的な短絡的行為に走りたがるものですが、前原さんはその点において実に冷静です。主張すべきことがあったら民主的手段で訴える。それは入江先生も言われた通り、民主国家のルールに基づいた正しいやり方です。ですよね。だから俺は自分が間違ってるなんて思いません。俺の仲間を救うため最善手を尽くします。それにちょっと脅されたからってそれで仲間を売るような奴だったら、そいつに仲間なんて名乗る資格はありません。世界中が認めなくても自分だけは信じる、それが仲間ってもんでありたいと思ってます。なかなかの強い意志だ。うちの若いのでもそこまで言えるのはなかなかいません。男には周りが信じてくれなくても自分だけは信じ続けたいことってたくさんあります。もちろん
忠告には真摯に耳を傾けるべきですが、それでも曲げちゃいけないもんってのがある。それが男ってもんじゃないんすか。いやね、実は私もそういうのがあります。5年ほど前、私の兄貴と言ってもいい方が殺されましてね。殺人事件ですか。解決した事件ではありますがね。私は黒幕がいると睨んで、未だ一人で捜査を続けています。署内の全員から、もう解決した事件なんだから意味ない、やめろと言われてるのですが、私も前原さんのそれに近いのかもしれません。その黒幕というのには迫れそうなんですか。さてさて、どうなんでしょうね。まあそれはともかく、前原さんがそれだけの覚悟を持たれているなら、何も恐れることはありません。信じた者に突き進むのみです。私だって退職金を満額でもらいたかったら、少しは自重しろみたいな脅しはしょっちゅう受けてますよ。でもくじけませんからね。男って愚直であることでしか語れないことって多いもんです。いやいや、全く全く、たとえ両面リーチが入っても絶対に降りられない局面ってのがありますよ。危険牌を強打してでも天牌を貫きたい。それで仮に振り込んじゃっても、それが男の道ってもんです。どうせ倒れるなら前向きに。そうっすよね。行くか戻るかうろうろしてるなんて男の見せる態度じゃないです。